北海道札幌市西区山の手にある標高311.3メートルの山。見る角度によって山体が三角形に見えることから、その名が付けられた。アイネ語名は、ハッサムのお山を意味する、ハチャムエプイ。山頂には一等三角点があり、天名は、ことに山となっている。小さな山だが、散策ルートが何本もあり、各ルートの分岐点には案内板。 適所に休憩ポイントが設けられ、山頂近くには、あずま屋もある。ルートには、勾配の厳しい箇所もあるが、山麓からのんびり登っても1時間未満で頂上に着くことが可能である。地元の年配者や幼稚園児にも親しまれている、人気スポットでもある。近隣地区の小学校校歌にも歌われている。小別沢方面から、大倉山ジャンプ競技場の頂上を経て、 三角山に至る重層コースもある。ジャンプ台リフトを利用して登山を開始することもできる。山陸の登山口には宮の森入り口と山の手入り口があり、山の手入り口には駐車場とトイレがある。文の日の7月23日には山頂に臨時の郵便局が開設され、一等三角点の隣には三角山ポストが置かれる。 郵便物や山頂で発行される記念登山証明書には三角山や山頂にある一等三角点と三角山に多く生息する木揚げ派の入ったデザインの化身が押される。冬の三角山。両線の三角がはっきり見える札幌駅の JR タワーから見た三角山札幌に北海道の主婦を建設する際に開拓地の方岸島義勇が円山に登って 札幌市の市街化計画の構想を考えたと言われるが、その時登ったのは、円山ではなく三角山だったのではないかという説がある。根拠は、円山から眺める景観よりも三角山からの方が市街地の景観がよりまっすぐな5番の目上に見えることである。1908年に東北帝国大学農科大学の学生にスキーが伝えられると、学生たちは、 校内から近隣に足を伸ばし、三角山や生小山でスキーを行った。農家大学スキー部は、三角山にシルバーシャンツェというジャンプ台を作って、ここを札幌におけるスキージャンプの発祥の地とした。三角山には続くアルファシャンツェ、改造されたシルバーシャンツェ、さらに札幌市が作った札幌シャンツェの3つのジャンプ台が設けられ、1920年代には、 札幌におけるスキー大会開催の中心地であった。大正年間には札幌神社の境内林となり管理されるようになった。1931年に荒井山記念シャンツェ、翌年に大倉シャンツェが作られると三角山は大会の中心地ではなくなった。が、一帯のゲレンデの一つとして広くスキー愛好者に利用された。かつて札幌西高等学校は この山でスキー学習を行い、北一条通りが未整備の時代には、山から学校までノンストップで、スキーで戻ってくることができた。なお、1950年代に宅地化が進み、また工術する採石場に山体の一部を削られて、三角山の下ンでは消滅した。1945年、第二次世界大戦後に、境内林が整理される中で、三角山は、 国有地となった。1957年、札幌神社は、大倉省より、三角山の431ヘクタールを買い受けて、再び所有者となったが、うち約40ヘクタールを同年中に採石業者に売却。その後、採掘の権利は2つの業者にわたることとなった。翌1958年に北海道は、三角山を風池保安林に指定したものの、 すでに採石業者側は採掘に必要な許可を受けており、景観に支障を来さない等の条件を付した上で採石が行われた。その後、住民が要望する保安林の維持と業者側が採石を継続する意見は衝突し続けて問題となった。結果的に1965年、北海道が採石により森林に復旧が困難な一部箇所を保安林解除すること。 また、1969年に札幌市が保安林解除した箇所のうち約25ヘクタールを買収し、緑地公園として保存することで決着を見ている。当時の採石跡地は2000年代においても大倉山ジャンプ競技場の展望台から遠望することができる。三角山で初めてスキーを行った人物は、1908年、東北帝国大学農科大学の講師として、 スイスから日本に訪れていた、ハンスコラーである。このことからスキーが普及し始めた1920年代には、テオドール・エイドラー・フォン・レルヒが、日本国内で初めてスキー指導を行った、新潟県の高田と三角山を擁する札幌との間で、日本のスキー発祥の地を争うに至った。最終的には、全日本スキー連盟初代会長の稲田昌縮より、 コラーは滑って見せたかもしれないが、レルヒのように技術は教えなかった。日本でスキーが根付いたのは高田であるという意見が出され、これが定着。結果的に三角んは日本におけるスキー発祥の地の座を逃した。ありがとうございます。